起用しようとしていて、起業家仲間大事なんですか？今、撮影を終えてデスクワークを終えまして、今からですね、ちょっとご飯食べに行きます。近く一緒にご飯行って打ち合わせして帰ってきます。よし、今日の朝一発目からズームです。はい、お世話になります。お願いします。すいません。あ、ちょっと待ってね。今、イヤホンが。聞こえますか？あ、聞こえます。すいません。失礼しました。あ、よかったです。すいません。はい、お願いします。はい、今、渋谷の方まで来ました。仕事して、会食して帰ります。金曜日。で、明日はタック。イベント登壇 で土曜日ですよね。で、日曜日はセミナーして、月曜日は次は順応性の監査法人の皆さんとリクルートイベントです。僕また呼んでもらえたんで、今回4法人ですね、はい、合同イベント結構大きくやるみたいなんで、そのなんか僕はファシリテーターという、まあ、ちょっと回し役みたいな大役を仰せつかりまして、ちょっと頑張ってもらいます。また明日か明後日動画撮りますけど、フェラーリついに届きました。それもちょっと楽しみにしてください。では行きます。どうぞ。今日もズームからです。なぜかというと、キャプティブって関連的には分かってる。パッドが10枚くらいあります、うん、で、どんどん回転スピードを上げてみてます、そうそうそう、この場所1時間1本、あとは20分で1本であれば5回転できますから、5回転しちゃうとか。お客さん、終点ですよ。お客さん、終点です。起きてください。ちょっと仕事に行きます。お客さん、終点です。ちょっと仕事に行くんです。ちょっと今から新宿の方まで行きます。5時、違う、6時から登壇なんで、なんか5時からちょっと打ち合わせしましょうということで、結構余裕持って来てるんで、もう2時間前出発です。ちょっと車乗りたかったのもあるんで、ちょっと楽しんで行ってまいります。では、バーバーからのタック発見しました。こちらでーす。はい、今日も、はい、登壇してまいりまして、なんと6時から8時、一応9時だもん。3時間ぐらいやってましたね。結局、イベント自体は1時間半ぐらいやって、その後質疑応答とかやってたら、なんだかんだそんな感じになっちゃいました。ちょっと帰ってご飯食べて、ちょっとゆっくりします。で、明日はセミナーか、またちょっと自分の方のセミナーと、で、明後日が監査法人の次、イベント、就活イベントなんで、ちょっとそれに向けて、ちょっと準備しなきゃいけないんで、ちょっとそれやって、明日も1日ね、過ごそうかなと思ってます。はい。で、今日は、改めて、
はい、まあ、論文式試験お疲れ様会ということで、たくさんまた来ていただいてよかったです。帰ります。ではでは。めっちゃいいやん、赤。はい、ということでおニューの車でタックのイベント行って、で帰ってきたんで、ちょっと焼肉食べます。めちゃめちゃかっこいい。またいいよね、黒と赤っていうのがいいよね。はい、すいません、ちょっと急ぎます。ではでは。お散歩行く？お散歩よし、お散歩行こうよし。はい、準備運動して、準備運動。はい、伏せ。社長、社長、日曜日です、社長。いいです。ガーブのお散歩から帰ってきまして、資料まとめなきゃ。疲れたね、ガブ。やばいやん。はい、休憩してください。はい、よし、まあ、セミナーです。頑張ります。ちょっと自分の方で注意事項、いつも通りリポートで注意事項とか、本日の流れと、もう1分ぐらいお話しして、もう小山さんお願いします。OK です。もちろん基本的にはもう質疑応答がメインで、後半に、散歩行く？よし、行こう。散歩行こうぜ。かわいいガブ、かわいい、あ、かわいい。日曜日、もう7時ですが、9時からはあれだ、僕が主催してる始業塾の月次の質問会みたいなイベントがあるんですけど、それに出るので、あと1時間半あるんで、ちょっとその間にセミナーをちょっと収録します。なんで今日もてんこ盛り、てんこ盛りの一日です。今ちょっと収録終えまして、長引いた。もう9時8時54分やばい。聞こえますか？実際100万単位の年間契約もやり始めてるんで、本当にまあ、ドン、始業経営塾の定例会今終えて、シャワー出して浴びて、今12時前ですけど、これがちょっと明日の法人説明会のちょっと予習をします。ちょっと走りテーブルなので、ちょっと気合い入れてやったらいいんじゃないですか。